ミニグ臭いからラジオ。そう、今日はねすっぴんだよ。今もうすっぴん。焼肉行く前にもメイクはね落としちゃったよ。そうなんだ。で今から六本木クラス見るもんね。六本木クラスね9時からです。え、10時から？9時からですよね。9時からやけん TVer で放送されるのが10時過ぎなんですよ。10時15分とかから放送されるけんか、それ TVer で見る。そう、今からね TVer タイム楽しみ。六本木クラスまだ最終回じゃないっぽいっすね。六本木クラス違う六本木クラスを見るの。まだ終わってない。私もねもう最終回かなって言ったっちゃけど、まだ最終回じゃないらしか。TVerでちょっとだけそう。いやでもリュウさんがお風呂上がってくるまでやけん、あと30分ぐらい話せそう。今日も陣中が眩しいね。なんか陣中恥ずかしい、なんか恥ずかしい。TVerTVerだよねえ。なんかさ、焼肉食べてる時にリュウさんと突然 BMI の話になったんですよね。で一番モテる BMI が20らしかさうるさいな。20なんだって。20らしくて、なんかみーちゃんの BMI ってどれぐらいかなみたいな感じで測ってたんですけど、で私ね20よりちょっと下なん、全然下なんですけど、あのマジでね20が可愛いは嘘だって話になりました。一番20ぐらいが一番モテるって言ったけど、そんな嘘に決まっとる。だってさ、私みたいにさ、いくらさ BMI がさ、あの低くてもさ、顔が丸いとさ全然痩せてるように見えないでしょ。28.6 ぐらいです。 28.6 か、大きい方なのかな。大きいっていうか、え、大きいとか、あ、高い低いか、高い方なのかな。でも20平均なのかな。可愛いのが20、年齢の違う BMI。 ちょっと待って、私マジでさ、どこまで痩せたら、私がねどこまで痩せたら顔が丸くなくなるかっていう検証をしてみたい。気になるやろ。え、気になる人おる？おいづきの顔どこまで痩せたら丸くなくなる。もう本当にさ、いくら痩せても痩せても顔が丸いんだもん。こんばんは、キズナさん、こんばんは。え、マジでなくならんと、なくなるじゃない、ならんと思ってたね一生。なんかホノピスさんって知ってます？ TikToker の。そう、ずっと丸い気がする。ヤスリかけてる、ヤスるかな。骨格鏡、え、骨格か。地球が丸いのと同じ、厳しいなそれ無理やん。もうじゃあ私顔どうしたら顔って丸く、確かにな、骨削ったりしたら細くなるのかな。なんで顔丸いんだろうね。この間さ、なんかおかんがさ、家族のグループ LINE に送ってきたんですね、私の高校生の時の写真を。高校生違う、中学生ぐらいかな、写真を突然送ってきて、もうめっちゃ丸くてめっちゃ笑った。こんな丸い人いるのこの世にっていうぐらい丸太ってたんですよ。超太ってたのもあって超丸くてびっくりした。本当に親知らず抜いてみるか一旦。イーゾーンさん、イーゾーンさん、こんばんは。ジャムおじさんに新しい顔、本当だよ。もうちょっと三角にしてください、逆三角形にしてください。丸かったらね太って見える、マジで。なんか立ってみたら、あれ、あ、思ったより細いんだねって、こう下半身っていうか首から下見たら意外に言ってもらえること多いんだけど、顔だけ見て細いって言われたこと一回もない。配信でさ、細いねって、まあ配信じゃあんまりわかんないでしょ。誰かに丸が嫌って言われたんですか？嫌だよ、丸い顔嫌だ。なんかあの
モデルさんとかみたいに骨格がなんか骨の顎の骨がシュシュってシュってなってるのに憧れるもんね。何20代でも私で、ね、待って、そう痩せるよ、逆に痩せにくくなりそう。誰これ、夜団、誰、朝でも夜団、チョコミントさん、え、朝でも夜団さん、誰、ありがとうございます、ウォッカーありがとうございます。わあ、誰誰誰誰誰、当てるけん、えー、ありのままのみーちゃん、誰かな、朝でも夜団、そんな名前、聞いたことないな、誰と思う、チョコイントさんでしょ、ミネモトさんかな、違う、寒いからチョコイントアイスさんチョコイントさんだ、絶対、ありがとうございます。丸くなくなったらお水着の、そんなことないでしょ、上がるって魅力、さあ逆三角形になって骨がシュってなったらもっと可愛くなるのにな、なんかもっとって言ったらもっとって言ったら今可愛いみたいな言い方だったな、そう、右腕消えてるの、あ、燃えてるの消しました、チョコミントさんありがとうございます。星がいいです、星、あ、お、インスタグラムで星のなんか星のなんかね、あれにするのが流行ってるらしいですよ、果物、なんかブドウを星にするのがなんか流行ってるらしいで、なんか TikTok で見たんですよ、それで、そんなバカなと思って、そんな流行ってるわけないじゃんと思ってたんですよ、そしたらなんかインスタに回ってきた山本さん、 NMB48 の山本さんが、山本さん、そう、山本さんがやってたの、その星のあのブドウのやつ、めちゃくちゃ自然で騙された、私も、そう、見てみてください、 NMB の山本さんのインスタ、めっちゃ自然だった、そう、星の、そう、ブドウ、シャインマスカットかな、星ブドウ、え、星ブドウ、あれ星ブドウなの、違いますよ、多分普通の大先輩ですよ、どの山本さん、かなめさん、かなめさんだっけ、かなみさんだっけかなめさんですよね、違うちょっとなんかちょっと曖昧だな、めっちゃ美人な方、あ、みかなさんかごめんなさい、みかなさんですか、みかなさんだって、みかなちゃん、かなみちゃん、かなみちゃんかなと思ってた、ごめん間違えちゃった、ごめん間違えちゃったって許されるあれじゃない、大先輩じゃない先輩カットしてって、ここ絶対 YouTube にあげないでお願い、私怒られちゃう、ファンに怒られちゃう、あ、みかなちゃんなんです、そう、漢字がちょっと読めなくて、あ、そう、叶えるっていう漢字がついてたのは覚えてた、 DM は送るわ、お前誰ってなりますよ、やだ怖いよ、逃げよう、長崎に逃げよう、長崎に逃げたいね、キラキラめっちゃ可愛い、可愛いお名前、何ですか、キラキラネーム可愛いですよね、ナンバー怖いぞ、え、マジか、やば、怖いって、やばいよ、もうそろそろおしまい、洗濯物も、名前だけってことえ、山本さんマジで可愛いですよ、ほんとに、知ってるよね、もちろん、めっちゃ可愛いですよ、信じられないぐらい可愛い、マジで可愛い、本当に可愛い、年多分ね 2個ぐらい年下なのかな、多分なんですけど、めちゃくちゃ大人っぽいの、めちゃくちゃ大人っぽくて、なんかもうめっちゃ色っぽくてね、めっちゃ可愛い、 TikTok とかもよくね
回ってきます。あ、フォローしてんのか私が多分。何がどう、あのね、なんかね、あのね、可愛い、なんかね、可愛いと美しいが本当になんかもうどっちも美しいの方が多いかな。めっちゃ綺麗なんだよな、髪もサラサラで、なんか目がパッチリで、ちょっとなんかクールな表情とかもめっちゃ、でも結構クールな表情が多いな。クールな表情めっちゃかっこよくてね、スタイルもよくてね、綺麗ですね。小悪魔ちっちゃくな可愛さ、ここちっちゃくなじゃない、チックな可愛さ、そう小悪魔チックなね、そう小悪魔っていうのがちょっと似合いますね。ねえやめて、似てるわけないでしょ本当に本当に似てなすぎる、似てなすぎる、やば、引っかかった、何これ、引っかかってる、なんじゃこら、リュウ君溺れたんじゃない、え、音楽流してる、ねえマジでうるさいから音楽かけないでほしいんだけど、そろばん弾いてる、弾いてないよ、洗濯物のね、あのカシャカシャの音、前髪の分け方同じだった、え、落としと山本さん、あ、そうだ、みかんみかにゃんって言われてた、すいません、すいません、本当に言われてた気がする。フォアグラって何、あ、さくちゃんこんばんは、尾上みずきです、よろしくお願いします。マスク外していいんだよですね、いつになったらマスク外せるっちゃろうね、なんかね、でもなんか今日なんかニュースになってましたよ、収束するみたいな、コロナが、嘘だ絶対って思いながら見てましたけど、私は絶対嘘だって。あ、野口さんこんばんは、起きとってくれてありがとう、さっき755読み寄ってから、あ、寝た、もしかして一旦、あ、起きとってくれとるって思ってさ、ごめんね、焼肉行っとったわ私確かに冬になったらまた増えそうですよね。なんか今日寒くなかった？さっき夜じゃない、外出たっちゃけど、なんかね肌寒かった、冬が来たよ、どうしよう、なんか1年マジ早いっちゃけど、だってこの間さ明けましておめでとうとか言ってさ、なんかさ生きてた、生きやってた、そう過ごしてたのにさ、やばくない？新型がまたで、え、そうなの？マジ？本当？信じられんわ。またかよ。またかよ。サル痘はどうなったの？サル痘。サル痘はもうなくなったのかな？あんまり広がらんかったとかな？ニュースあんま見てない。新型お水着入り嫌だ、嫌われるやんみんなに、新型お水着、え、思った、なんかハロウィンさ、なんかしたいな、ハロウィン何しようかな、サル痘だよ、もうじき日本中に消えるならしい、ほんとついにか、これそうですか、でもさ、いくらさ日本と韓国行けるようになりましたってなったとしてもさ、あれだよね、お仕事とかあるじゃん、お仕事とかも考えたらそんな簡単に来れんもんね、どっかタイミング見つけてくれるといいけど、ん？疲れると思った、いや嫌われるよりはいいやん、そんなね、本当なんかリアイベしたいですね、せっかくみんな来てくれそうなタイミングで、やりたい、イベントやりたい、痩せてる時にやろうよおみずきがもうリバウンドする前にやりたい、みんなでさなんかしたいですけどね、でもなんか難しいんだって、この間なんかやりたい、この間みたいなないかな、あれめっちゃ楽しかったなって、ちょうどさっき私あの
あれ見てて思ったんだよ、あの何色紙を眺めてたんですよ。お掃除しててなんか部屋を片付けてたんだけど、その時に色紙眺めてた、飾ってるんだけど、色紙とあとなんか自分で撮ったチェキそう色紙見てね、うわー楽しかったなーと思って。捨てる前に、捨てるわけないでしょ、私人生の宝物だよ、あれは人生の宝物やね、本当に。あれ見たらさ、なんか一瞬で思い出すもん。作ってくれた人誰な、誰、みんなで作ってくれたんだっけ。本当にありがとう。ん、撮ってくれてる、撮ってますよもちろん。なんかね、あの色紙を見るとね、一瞬で思い出す、あーあの時こんな感じやったなーって笑うっていうか、微笑んでた、泣きながら微笑んでってやつやね、あれ好きですよ私。一人になれるまでは合ってる。手紙は燃やしてね、なんでですか。もうね、手紙2つ目入ったわ、2袋目最近出したもんね、入らんくなってから。なんかへ、あの何これ、エコバッグさ洗濯したらなんかめっちゃ汚くなった。アイロンかけようかな、アイロンかけようかな。歌ってる人、え、大島優子さんじゃないと違うと、え、大島優子さんやと思っとった、違う、本家っていうか、あの折り面誰、大島優子さんじゃない、ちゃう、洗濯機が汚いよね、やめてよ、違う、あのシワシワになったさ、ね、シワシワになった、やった当たった、やっぱそうだよ、やばい、かゆ、メガネ久しぶりかけた気する、それもないか、2日前ぐらいかけとった何が、何がシワシワ、なんか外がうるさいな、窓開けてるからこんなソロ曲を台無しにしないで私が引き受けます、引き継ぎます、おいづきのソロ曲。でもあれめっちゃ歌いい曲だよマジで、難しいけど歌うと難しい、高いよね、なんかかー食べてない、いつもね、お手紙ね、お手紙本当に嬉しい、お手紙大好きっす私、何回も言えるけどマジでお手紙っていいですよね。私もお手紙書けるけん、今回めっちゃ嬉しか、アホかしばくぞ今はね、亀 T シャツをね畳んでるところなんだけど、いい感じ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 。なんかし、何だっけ、何しようとしたっけな、月曜日に手紙出しました、ありがとうございます、楽しみ楽しみ楽しみ、お手紙シュリ用にシュレッダーいい、いらん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 、シュレッダーマジで人生でシュレッダー欲しいなと思った瞬間一回もない。お手紙は原稿用紙そんな書けん、そんな書けません、私そんなに小説みたいなの書き切らん。ポストカードはなんかね、まあはがきみたいな感じですよ、はがきみたいな感じですかね。あ、ミードさんはじめまして、小野みずきです、よろしくお願いします。え、警察に捕まった、え、6月30、あ、6月30のは受け取ったけどびっくりした、びっくりした、こういった位置なんだけど、いやいやいや、もうありがたいです、お手紙はニヤニヤしながらいつもね読んでます。いっぱい食べ過ぎてもうね、おみずき眠くなってきてね、ちょっともうねテンションがね低かった今これ
り食べたらマジでなんでお腹いっぱいになったのに眠くなるっちゃろうか。あ、アリンさんドーナツありがとうございます。あ、カップケーキもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アクリスさんの3名の発表、3名の方ってことは、この方ですって、発表せんよ、する予定なかったよ。センバー、センバと、あ、でも来るんじゃない、当選っていうか、あれ連絡が選挙っぽい。それで私赤ちゃん、あ、そうだよね、しばらく放置されてた。そうそう、ごめんね、私もいつも取り行くことにする。ありますか、尾上のプレゼントありますかって言ってから行く。あやさん、はじめまして、尾上みずきです。センバ、センバって何、センバって言ったっけ。そう、 DM 開放しとかんといけんばい。会社は今ご飯食べてるところ。もうまた。おみずきに彼氏やおらんってもうね、100円おくかん言ったよね。言ったよね。赤ちゃんいるんですか？うん、私が赤ちゃんです。燃やしました？燃やしました？ 何の話？船場基地長って何？現場基地長誰？赤ちゃんの名前、私？ 私の名前ってこと？ん？銀、銅メダルは表、ああ、そういうことね。3名は発表せんといけんとか。にゃるほどね。船場基調。机、ああ、あれか。見た、私めちゃめちゃ、めちゃめちゃ。あんまり言えない起き上がりで、めちゃめちゃね、ね、私もすごくテレビ見ながら、ちょっとね、なんかちょっとまあ 怒ってってか、ちょっとねムカムカしましたけど、よかったよかったっていうか、そう、7位でした。お手紙を、8位までお手紙を書きます。そう、もう燃えてない。あれ、また切れてない。切れてないけど、なんか、なんか、ね、確かにあれはなんか、よろしくなかった気がする、私的に。なんか、マジで見てられんくなったもん、TikTok のニュースとか、テレビのニュースで。あれ、なんかもう、保護者会のなんかね、あったんだよね、動画が。めちゃくちゃもう、音声、乱れてて。うわ、悲しくなってきたと思って、もう見れなくなっちゃった。そう、ニュース、最近の幼稚園の話結構多いらしいけんね。そう、気をつけてほしいですよね。見ますよね、すごい好き。ユタボンってなんだっけ、ユタボンってあの子じゃない、小学生。フォロー外してダメ、外しちゃダメ。そう、悲しすぎる、本当だよ、悲しすぎるね。なんか本当になんか、私で基本中の基本やと思ってたから、その転校って、その教師っていうかさ、本当にありえないよね。だって学校行ったら一番最初に出席確認されるじゃん、出欠確認、どこでも。でしょ、基本だよね。区ができてくれ、私区めっちゃ得意ですよ、小1からできてたもん、ずっと。すごいやろ、区はね、ぶったたかれながら覚えました、小1の時に。 そう、小1の時ブエーンって叩かれながら覚えた。学校行かない子ですよね、 YouTuber の子だよね、中学生。そうなんですね。でも行っても行かんでも、お、いい気する、私は。行 ってもいい、行かんでもいい。ええー、まあ、おいづき、人のことちょっと、あれ、興味ないっていう、興味ないことはないんだけど、人のことだから、なんか行ってもいかんくてもいいなって思っちゃう。人のことだったらね、自分は行きますけど。自分は行くし、自分の子供も行ってほしいなって思うけど、なんか、
何？全然知らない子だから別に言ってもいかんでもよくねって思っちゃう。それをさ YouTube で叩くのはなんか違う気もするけどな。そう、なんか言ってもいかんでもいい、別に知らない子だから。知らない子。え、だってさ、そんな知らない子がさ学校に行かないからって叩いてる暇じゃんって思っちゃう。そう、暇かよって思っちゃいますね。自分の子供とかやったらまあそうだよね、行くようにするか行くように説得するか、まあ行きたくないなら 何かしら対策を取ろうみたいな思うけど、水木冷たい人なのかな。え、でもそうじゃない。そうだよ、全然知らない人が学校行こうか行く前がいいよって思っちゃうね。まあ思っとっても嫌だけど別に言う必要ないよね。なんでいかんとキモとか言うのはそっちが悪いように感じちゃう、あの言う叩いてる方が。そのゆたぽんくんより、ゆたぽんくん学校行ってる子ロボットって言ってる。え、なんそれ。学校行ってる人はみんなロボットですって。面白いですねそれは。学校行ってる子ロボットか、すどういう、それすごいすごいですね。そういうなんか読んだとかな、本とかそういうの自分で思うんかな。思う、私小学生の時思ったこと何も考えてなかったな。なんか読んだじゃない記事とか。読んでないかな。なんかそんなこと考えるってなんかすごいな、すごくない。一周回ってめちゃめちゃすごく感じてきたね。石川さん、こんばんは。石川さん、イライラしないでください。おみずき何の説得力もないよ、本当に。おみずきほど説得力ない人おらんよ。私何も考えてない、何も考えてないよ本当に。ゆたぼんくんよりも最悪、本当にもう最悪だね、何も考えてない。ん、石川さん逃げて、逃げられるね。確かにね、家族だ、私もそう思いました。なんか多分どっかで家族とかなんか誰かが言ったの聞いてそう思い込んだみたいなね。ありそうだけどね、なんか自分でなかなか思わんと思うよ小学生で。そんな知らんけど。どんなでは頭いい子は考えるんだろうな、哲学的な。私は何も考えてなかったよ。みずき金の盾いつももらえた YouTube しよっかな。10万人か。俺生まれ石川県関係ないな、関係ない。石川さんびっくりしてるよそんな言われて。 YouTube やってない、やってない、やる予定はないですよ。え、りゅうくんまだ来てないよ、まだ風呂入るよ。みずきいつ考えて、マジで私人生何も考えてなくてさ、もうやだ、みんながさ真剣にさ宇宙刑事、いやーな、私は本当に何も考えてない。どうしよう、だってみんなねこの間幼馴染で電話しよったさ、そしたらみんなすごい将来のこと考えとって、そううまくいかんやろうけど考えとるさみたいな、まあすごいなーって、何も考えてない私からしたら、毎日一日一日楽しくね終わってしまう。あら今日も終わりか。あらお9月かみたいなね、本当に考えてあげるよ、考えてほしか。え、ダイヤモンドって1000万人ですっけ。1000万人だっけダイヤモンドって、あのヒカキンさんがもらってたやつかな、違う。1000万人も私がフォロワーおったら、うん、街歩けんね、もう街歩けん、うん、たまに、そうたまに腹壊してうー悲しいって思ったって一日終わって。そうあるわ、金の盾、あ銀の盾、金の盾、ダイヤモンドなんですよ。9月を好きになってほしいでやんす。私9月めっちゃ大好きだよ、だってセプテンバーさんめっちゃ好きやもん。
セプテンバーって歌。あ、77人見てるわ。こんばんは皆さん。お水清し登録してすぐ1000万人もおった。仮面ライダーになるためにゲージ、仮面ライダーになるためにゲージ、かわいい。仮面ライダー好きすぎるやろ。いいですね。仮面ライダーになるために空手するってかわいいかなんか。いいですね。そうだよ、ダイヤモンドとかあるんだよ。ラッドウィンプスですよ。ラッドウィンプスの私セプテンバーさんがめっちゃ好きなの。どんな歌やったかちょっと忘れちゃった。なっちゃんに聞いてみ、なっちゃんに聞いたらもうあのわかる。私マジでセプテンバーさんしか聞かん。車の中でなんか爽やかさめっちゃ。ダイヤモンドは砕けない。そう、砕けないんだって言ってたわうちのおかんも。なんか死ぬ時さ、死ぬ時さダイヤモンドのさあの指輪つけとったらさ指輪だけやけんとかな。そうなるとね、そうなのかな、そうなるのか。本郷さん誰、本郷さんは。そういえばね、私最近ねめちゃくちゃね見つけたものがあるんだ。めっちゃね、あ待って、つかんなこれ。最近私見つけたなんかね、自分のこの間なんか私がなんで思い出したんだ。そうなんかね、高校生の時に人生で初めてじゃない、高校生の時に私がさなんか書いた作文がね全国で入賞したみたいな話したことあるじゃないですか。その作文のね何行かとか半ページだけ見つかったの。なんか携帯触りよったらそれをちょっと読んでみるけん。ちょっとね、私本当になんかあのマジで勘違いしてるんじゃない自分で。なんか自分でなんか作家さんかなんかと勘違いしてるんじゃない。ほんと面白いし面白くない。難しいことだったなんかね、薄くてあんま見えないんですよ。最後まで笑顔を見せてくれてありがとう。これは望月さんが最後に彼へ送った言葉である。この言葉は一番印象に残っており、笑顔でいられることの幸せを噛みしめ、おいづき笑顔でいれることの幸せを噛みしめたそうです。日々の中で当たり前のことなどないということを、ことと笑顔でいられることに対しての感謝の気持ちを忘れてはならない。おいづき読書感想文でさ、めちゃめちゃさ、読書感想文ってさ自分で考えるってよりもその本から何を受け取ったかみたいなのを書くんですよね。わかる？なんかのなんだろう、そう、何を感じ取ったかなんですよ。その中で私は日々の中で当たり前のことなどないということと笑顔でいられることに対しての感謝の気持ちを忘れてはならないってこんな薄いこと書いて全国に入賞したのが信じられないんだけど。面白いですね。可愛い、なんか私昔の私可愛いですね。どんなことでも前向きに考え、私の笑顔が誰かに伝染し、笑顔を少しでも広げられるような人になりたい。そして作り笑いの素晴らしさを多くの人に伝えたい。って書いてありますけど、ちょっとこれ以上読めない。なんか一部写真を撮ってたんですよ。写ってて、これ見て、あ、こんな内容だったんだ。まあね、この最後のね、自分の笑顔を人を幸せにしたいみたいなとこはいいと思うけどさ、それ以外もう信じられないぐらい薄いんだけど。嫌な作りは。いやこれね、この内容がさ、あの辛い時も笑いましょうみたいな内容だったんですね確か。そう、なんか笑えばねいいことあるよみたいなことを書いてたんだけど、なんか作り笑いもね大事らしいよ。そう、なんかね、一日でマジテンション上がらんなっていう時、結構私ね、あの意識的に笑うようにしてますもん。
そう、配信、あ、TikTok やってますかって、やってます、ぜひぜひ、尾上瑞希って調べたら出てきます。ありがとうございます。そうよ、から元気でも元気、そう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 、なんか脳みそが勘違いするけんいいらしい。なんかね、めっちゃね、笑いよったらね、あれするらしいよ、病気治るらしいよ、ほんと書いてたよ。そう、ミクシーやってない、 TikTok しかやってない、出てこんのかい。え、なんかね、気まぐれよ。おみずきにしたり、おのぶみずきにしたり。YouTube もやってません。自分もサッカーやって好きです。あ、そうなの？サッカー女子ですか？あ、サッカー女子じゃなかった？みゆちゃんって書いてある。みゆちゃん推しね。サッカーやってたって。細胞、何の細胞が増えるか知らんけど。おみずきのこの薄い内容、ていうかこれさ、小学生が書いたならよ、小学6年生が書いた、小3が書いたあの作文だったらね、そりゃ全国で入賞して、うわーすごいねこの作文書いた子ってなるのはわかるけど、高校3年生でこれを書いてさ入賞するってさ、誰が読んだんって思っ、私めちゃめちゃこの時ね、あの方言かわいい、ありがとうございます、長崎です。そう、この時私ね、めちゃめちゃねいい賞だったのね、でっかい国語辞典とかもらったし、なんかあとな、ボールペンみたいな超高級なボールペンももらったし、なんかもう商品券とかもいっぱいもらったの。違う、長崎の審査員じゃないんだって、全国なんだって、全国。最初は高校の学年のあの学年のあの審査みたいな大会で、校内の、そう学年じゃないか、そう全国じゃない、全校の校内のコンクールで入賞したので、私ね2位だったんだよね、1位の子と私と3位の子が多分あの出したんですよ、コンクールに、全国の。そしたら私のが取った、すごくない、こんな薄いのに。こんな薄い、小学生の部と間違えたんかな私。久しぶりってか覚えてなかったけんさ、自分の文書いた文章ね、え面白いな、笑顔でいられることの幸せをかみしめ、本当にかみしめたんかな私、こん時の私、しかもこれ徹夜で書いたもん。そうだよ、本当にすごいよね、本当にすごい、これこの作品、作文で、これね、なんかね、夏休みの課題やったよ、この作文を書けみ、でも私そのね、読書違う、あの学校に提出する前日になあちゃんと遊びよってから、マジで忘れとってから、そうマジで持っていく2時間前ぐらいにブワーって徹夜して書いて出した。そしたら薄くなった内容。あ、ほんとね、もう40分も配信しとるわ。ビファーレ長崎好きです。あ、そうです、そうです。ビファーレ長崎大好きだよ。ビファーレン。え、本読むとき読めない字しかない雰囲気でわかるやん。別に。この間もね、あの、何？君の膵臓を食べたい読みよって、全然漢字読めんくて。くしゃみしないでそう、マジで読めなくて適当に読んでましたね。サッカー好きですよ、サッカー大好き、雰囲気でいいんですよ、書い出さなきゃ、書い出さなきゃ、おいずきに原稿用紙いっぱいくれる。とわちゃん、生きがいのおみずき配信終わりですか、もう嬉しい、おみずきが生きがいって言われた、嬉しいか、もう嬉しい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 、君の膵臓を埋めない字なんてあった、え、あったよ、君の膵臓を食べたい、君の膵臓を食べたい、私ね、これ言ったっけ、君膵の話、君膵映画も見たんですね最近、マジで泣けた、君は嫌がるかもしれないけど
やっぱり私は君の膵臓を食べたいっていうところをエチくんがマジで感動した。本当に感動した。え、ちょっと今のは適当やけど、そんな感じやった気がする。君は嫌がるかもしれないけど、似てるって似てるらしい。そうマジでね、君あいたいたたたたた似てるのこれ、浜辺さんがってこと。そう、本これかな。君の君の縄だね、この桜のような僕の恋人。もう本がいっぱい、小説だらけやわ。コンビニ人間、今夜世界からこの声が、今夜世界からこの声が消えても。ちょっと私この話したっけ、映画見に行った話しましたっけ。ねえ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 、したっけ。あの君水はお家で見たんですけど、この何、今夜世界からこの声が消えてもっていう小説を見に行った、小説じゃない、あの映画を見に行ったんですね。私これね、小説読んでないっちゃけど、リュウさんが小説読み寄ってから後で読もう。私もそう、これ読み終わったけん、そう映画見たいっていうことで見に行ったんだけど、最近ねフットゴルフやってないしさ、ゴルフはね行ったんだけど、ちょっとそう、え、それで小説見てそのまま映画に行ったんだけど、リュウさんはで、私も付き添いっていうか行って、めっちゃ感動した、マジで泣いた。恋愛小説やね、恋愛物が、うん、そうやね、恋愛物やね。4月は君の嘘、うわ君の、4月は君の嘘ね、なんかね小説読んだ気がするけど覚えてないよ。忘れちゃった。なんかあー小説読んだ気する、確かそれ。君の嘘、君嘘って何、君は4月は君の嘘。あ、インテリアクゼさんありがとうございます。今日は左耳が可愛いですね。そんな左耳ちょっと見てみるわ。あ、マジやん、可愛いやん。そんなわけないやろ、しかも右と左何の区別ね。真剣に耳見よる私、なんか恥ずかしくなってきた。ありがとうございます、インテリアクザさん、ありがとうございます。嬉しい、ティアラもらった。あ、ティアラね今手元にあるよ、さっきお掃除したさ、お片付け。フットゴルフ練習動画、あ、そうそう、結構前ですね、もう1月、 1年前とか2年前とか。それでは聞いてください、チグハグ、チー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 チグハグ。チグハグめっちゃ流行りすぎるやろ、流行りすぎてるよあれ、それしか流れてこんもん。12月は俺のターン、ターン、ターン。そうこういう時に限ってよ。で、それでね、それでね、このね、今夜この世界、今夜世界からこの声が消えてもマジで見てほしい、マジで見てほしい、見てほしい映画。めっちゃね、あのマジで可愛かった。帰ってきて、もうあの歩いて帰ってきたんだけど、歩いて帰ってきよる間も永遠に二人で、もう本当に可愛かったね。ね、名前なんだ、福本莉子ちゃん、福本莉子ちゃんっていう子、めちゃくちゃ可愛くて、もうマジで二人で福本莉子ちゃんにハマってる。それからずっとマジで可愛いんだって。今夜は君の、違うってば、違うってばよ、今夜世界からこの声が消えても。ちょっとね、私もね、いつも忘れちゃうんですよ。今夜世界からこの声が消えても、なんかこう何だっけな、セカコイ、セカコイって言ってたわ。そうセカコイっていうやつなんだけど、マジで見てほしい映画、めっちゃね感動した。そう女優さんの可愛い、もうマジで可愛かった。そう福本さん、違うわそれ、違う、誰それ、信行さん、誰、舞台が大分市アニメ、え、そうなの、なんてやつかな、セカコイってやつ。ザワって何、ザワ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 ワザワワ、福本ティアンに教えて、ダメです。でもマジで可愛い、マジで可愛すぎ、マジで可愛かった福本さん。こんばんは、ヒデさん、わからないので、ね、何だっけ、明日で毎回見らんと忘れてしまう。今夜世界からこの声が消えても、マジで感動した、
感動しました。てかしかもね、私ね全くその予告も見てなかったし、それこそあのなにわ男子の人とあの何福本さんが主演っていうことも知らずに行ったんですよ。でどういう物語もかも知らずに見に行ったもんだから、あのそれはそれで楽しかったんです。だいたいなんかこれ見に行きたいなって思うのって予告を見て行きたいと思ったとか、何か小説で気になっとったとかなんかねあるさね。けど今回は本当にリュウさんがただただ行こうって言っただけで行ったから誰が知ってるのかも知らないし予告も知らないって言ったんだけど、なんかこっちの方が楽しいと思って、こっちの方が楽しいっていうか予告見らん方がなんか楽しくないって思った。分からんけど、そう、いやお前楽しかった、予告見らずに行くの楽しかった、楽しかった。みずきに人に勧まれても見ないもんな。え見るよ、見ないよ、見るよえ楽しそうやったら見るよ。やっぱりみんなジャニーズが、いやでもねかっこよかったですよ、道枝さん、道枝くんかっこよかったですよ。あの何福本さんとお似合いだったね、めちゃめちゃお似合いだったよお似合いだったって。そう、恋愛解禁されたかってジャニーズそんなわけないじゃないですか。ほんとマジで本当にあの疎いよ、私疎いよっていうのはあれやけどあでも知ってますよ、結構あの一般人ぐらいは知ってると思われる。そう、あの最近はちょっと分かんないけど、嵐とか分かるし、嵐とか分かる、嵐分かるしね、嵐分かったらよくない？そう、くんづけするとこジャニオと一あの人のあの方のこといつもなんて言うんだろう、みんな道枝って言う人いるの？いるの？ニノとかだったらね分かるけどね、なんて言うんだろう。明日早起きで、明日はねまあ普通ですね。何探してるんだい？知らないね。さっき大きいくしゃみをしましたね。でこってして。ついにお水木にも彼氏できるのか、なんでやねん。芸能人と付き合いたいな芸能人と付き合いたいかたくないかって言われるとたくないですね。たくないし付き合えないですしね。あやだ、私がせっかく畳んだものを何してるんだ君。そうだよ、あの二の呼び合って叩かれっと、みんな二のって言うじゃん。普通ってことは12時、まあもうちょっと早く起きたい気持ちはある。文春に取られるぞ取られないよ、そんな暇じゃないよ文春も。トラック運転手がいいですか？何でもいいですけど、何でもいいですけど、別に確かに職業関係ないな、芸能人だろうと芸能人じゃなかろうと何の職業でもいいや。お水木のことが大好きやったら。あと7分、リュウさん1時間も配信した、私グッドだって。弱小週刊誌なら取り、誰弱小週刊誌って、一発そ、一発そって何一発そって何、プロサッカー選手でも関係ない。あーでもなんか確かに、あーでも偏見はありますね、ちょっと確かになんかこういう職業ちょっと偏見あるなとかはあるけど、まあ、別になんかそんな職業で決めるようなことはない。あー無職は仕事してって言うかな仕事だって暇じゃない、無職やったら暇そうやけんさ、仕事 したらっていうね、単純に売れないバンドマンですけど付き合ってください。売れないバンドマン、あーなんかバンドマン、あでも別に何でもいいか、職業はちゃんと普通に生きてれば、生きていられ、一人で生きてられる人だったら、うんブーって言った、一人で生きてられる人だったらいいわ。
その私なんか私も一人で生きていられる、あなたも一人で生きてられる、一人一人しか最低じゃない？違う？違うのかな？知らんけど。夢追い人？夢追い人でもいいですよ。夢追い人って何？夢追ってる人かっこいい？かっこよくない？え？そう、一人で生きてられる人、水木なんかいる。なんでいいよ。水木一人で生きてられなそう。もう水木はね、もう寂しがり屋だから。水木一人で生きてられない。なりたいです。私がヒモになりたい。いや、私もヒモにならんように頑張らなきゃ。あーね、夢を追い続けてフリーター。夢を追い続けて。いっちゃない夢を。フリーターでもいい。フリーターでもいい。フリーターでもいい。なんでもいい。もう偏見あるけどね、こういう職業は。なんかあの、変な職業とか。変な職業。その、悪いやつよ。さっき、あったみたいな、なんか薬とかね、そういうのはあれやけど。ひも好きで、あと4分。お水木のあれなんてどうでもいいですよ絶対。お水木がどんな人がいいかって。町売り、町売り、まあ、ちょっと偏見はないこともないな。町売り、なんかでも町売りって何、あのイメージしかないやん。なんか売ってる、なんかポツポツ歩いて売ってる人のイメージ、あの少女、ちゅうりの少女やん。副園長いいですよ。何、野球選手はやめるが、スポーツ選手はどうなんだろう。いや、すごいコメントかと思ってた。たい焼き売って逃げられたけどいいですか。なんだそれ。ペットでもいいです。ペットいいね。私薬の売人なんです。ダメですね。そうだった。悪い薬じゃなかったらいいです。悪い薬じゃなかったら OK。 この前マッチキャンパーって何、マッチ買いました。マッチはまあまあ使わんね、もうそう言われると。別にお水木はどんな人と付き合おうが関係ない。付き合う予定ないですし、付き合ってないですって。水木スパイ、スパイ、そうだよ、スパイ、スパイだ私。スパイ憧れるな。なんかお水木みんなのアイドルだよ。みんなのアイドル、お水木っていう職業。友達が宇宙人と未来人。え、ちょっと待って、コメントずれちゃった。ちょっと待って、なんか壊れちゃった。あ、なやだ、なにこれ。あ、できた。1時間ぐらい消えない餅売れる。あ、それは嬉しそうだね。あ、そうか、使う人にある。なるほどね。確かに売ってる人はじゃああれかいいのか。俺、僕のお父さんがジャガイモだけど結構、僕のお父さんがジャガイモ関係な、関係、ジャガイモみたいな人ってこと。本物のジャガイモ。再来年お水木に、再来年今年ダメ、再来年待てんよ。再来年まで、再来年私何しよっちゃろうか。幸せになるブレスレット売ってるんですけどいいですか。めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。消えないと少しかも。確かにね、ずっと持ちつけっぱなしでも嫌よ。じゃあランキング見ます。ねえ、やだ、めちゃめちゃ丸いわ。第1位インテリアクザさん、第2位チョコミントさん、ありがとうございます。第3位アーリンさん、ありがとうございます。第4位リンちゃん、ありがとうございます。第5位ブリントさん、ありがとうございます。第6位ポッポさん、ありがとうございます。第7位エレメンツさん、ありがとうございます。第8位662ピー、第9位サンビオルールさん、ありがとうございます。第10位セタンカさん、ありがとうございます。第11位もっくん、ありがとうございます。第12位こまちゃん、ありがとうございます。第13位くまくん、ありがとうございます。第13位大介さん、ありがとうございます。第13位さったさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
はあ、息切れした。おやすみみんな。なんかいい匂いする、なんかいい匂いするな。半目で止まれ、いやいやで止まりたい。バイバイ、おやすみみんな。